毎週水曜日の暮らしと健康企画、元気丸ライフ。今日は夏の食中毒についてです。まずはこちらをご覧ください。食中毒を引き起こすものは大きく4つに分けられます。1つはカンピロバクターや O157 など細菌性のもの。2つ目はノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス性のもの。3つ目は毒キノコなどに代表される自然毒、そしてアニサキスなど寄生虫によるものです。中でもこれからの時期に気をつけたい食中毒について、盛岡市の海運橋消化器内科クリニック遠藤医師に聞きました。これからの季節ということになりますと、細菌性の食中毒に注意が必要だと思います。頻度の多いものからいきますと、キャンピロバクターという菌、O157 に代表される病原性大腸菌、サルモネラ、黄色ブドウ球菌。夏に多い食中毒の原因菌はカンピロバクター、病原性大腸菌、サルモネラ、黄色ブドウ球菌が挙げられ、飲食店での感染のほか、家庭内での感染にも注意が必要です。また、厚生労働省によりますと、昨年度国内で細菌性による食中毒にかかった患者の数は8月が最多でした。まずウイルスの方は低温で乾燥した状態に繁殖しやすい。その一方で細菌は高温で多湿の状態が繁殖をしやすい状態となります。具体的には気温が20度を超えて湿度が 75%、 このラインを超えてまいりますと加速的に発育いたしますので、まさしくこれからの季節に注意が必要です。では細菌性の食中毒を予防するためにはどうしたらよいのでしょうか。まずは菌をつけないことですね。そのためには調理をなさる方も摂取する方も頻回に手洗いをすることが重要です。そして菌を増やさないという意識も大切です。冷蔵の場合は10度以下、冷凍の場合はマイナス15度以下の保存、また加熱して調理する食品は十分に加熱することで殺菌ができます。目安は中心部の温度が75度で1分以上加熱することです。症状が出た際に市販薬を使用する場合の注意点は、気をつけていただきたいことが一つあります。こういった食中毒の場合の下痢を生じるのは、ご自分自身がそういった体内に入ってしまった異物を洗い流そうとする作用でもありますので、強制的に便を止める、いわゆる下痢止めを飲まれてしまうと、体内にいつまでも菌やウイルスが残ってしまうことがありますので、もちろん夜間や休日に一度飲まれることは何ら問題ないんですけれども、それを中心に治療するのではなくて、もう根本から治す整腸剤ですとか、相手が菌であれば抗生物質を飲むですとか、そういった治療の方がより効果的ですので、お気をつけいただきたいと思います。遠藤医師は血便、38度を超える発熱、時間ごとに腹痛の程度が増す、吐き気が強く水分を摂取することが難しいといったいずれかの症状がある場合は医療機関を受診してほしいと話しています。はい、ここで予防のおさらいです。細菌性食中毒予防の3原則は、細菌を食べ物につけないための手洗い、細菌を増やさないための冷処保存、細菌をやっつけるための十分な加熱。このつけない、増やさない、やっつけるで予防できるということです。またこれからの時期はバーベキューを楽しむという方も多いと思いますが、肉を焼く箸と食べる箸を分けるということも大切です。はい、ちょっとした工夫と注意で食中毒のリスクを減らしていきましょう。